エスパが初のブラジル公演を聖イサウラに終えました。2023年9月11日、現地時間でブラジルサンパウロのエスパソユニメド、エスパス、オーユニメドで、アエスパスカル LIVETUR2023S、インク、ハイプ、アールリン・イー・イン・サオ・パユロが開催されました。この公演は、現地ファンから熱狂的な歓迎を受け、全席が、冠売りし、計に5曲のパフマンスが披露されました。この特別な日には、アエスパの予会館に登場するバーチ・ヤル・アーティスト、エヌ・エビス、ナイビスが助演し、イベントを幕開けました。ガールズ、イヌルジー、サベージー、BL アック、M アンバ、ネクストレビュエルなどのヒット曲を、はじめ、新曲、ベッドテルティーヒングスと、SPIC からの、ススティ、サルタイ&スウィートなど、強力なパフォーマンスが観客を魅了しました。特に、現地の観客は、ヒット曲だけでなく、アルバムに収録された曲まで熱心に一緒に歌い、公演を楽しんでいました。また、照明が消えて、暗い夜が訪れても、君に舞い、アエスパのファンたちに会いに行くというスローガンイベントも行われ、メンバーたちは感動の瞬間を経験しました。皆さんがオープニングから非常に熱狂的で、情熱的だったので、私たちも驚きました。公演を終えたエスパは感想を次のように述べました。これまで訪れた都市の中で最も熱狂的な反応でした。ライブ配信の際には常にカムツービーラジルというコメントをたくさん見かけましたが、ついにブラジルで会うことができて嬉しいです。皆さんが楽しんでくれて、さらに私たちを力づけてくれました。スローガンイベントにも感謝し、いつも皆さんのそばで輝きいているので、どこに行くことなく待っていてほしいと思います。エスパは今月14日にはチリのサンティアゴではルドツアーを継続し、熱気を広めていく予定です。